殺せ。お前が戦国虎ノ城だな。ま、待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ。だが、観念してくれや。いらん小芝居はもうええで、戦国藩。なんや、遅いやないか、沖田藩。どういうことだ。さーて、どういうことやと思う。戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけ。なんだと。そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうこと知らされとった。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れてやろう。感謝しいや。はなっからそういうからくりだったってわけか。起きたな。さあな。新選組の皆さんはお仲間同士信用せんぞ。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、街中で大砲ぶっ放すわ、えらい無茶する人やったらしいけどな。町の噂当てならんで。はあ、あ
そしたらわしが美少年ちゃうゆんか。な、なんや、冗談やて。それより起きた。約束の件、バックへの口利き忘れんとたらまぜ。てめえはそんなもんのために金の獅子たちをはめたのか。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたんは獅子たちだけとちゃうで。あんたもや、斎藤はじめはん。何？ああ、起きたはん。そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、起きたはん。はあ、起きた。ええ加減だ。くりゃ。なんでや。起きた。お前聞いたことないか。カモを語るべからず。新選組の暗黙の規定や。せやからつい切ってもうた。さーて、戦国藩の最後の質問、その答えはじめちゃんには教えたろうが、なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。戦国が俺をおびき出した理由。それはこういうことや。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男を追って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。私がその覆面の男やからや。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ、1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや、リョーマちゃんや。Yeah!
強なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんゆんか。ああ、奴の剣が純粋な天然理心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小太刀術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが沖田、なんで自分が覆面の男だなんて嘘。そりゃ本物のお前と戦うためや。どうやった、久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。ほんまの名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。せやからはじめちゃんはわしと似た者同士なんや。似た者同士。何でもあらへん。せやけどええもんやったやろ、坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。感謝しや。だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思ってな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。
心配せんで。はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。どないした？いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。なんでこんなところに。これはじめさんにって長岡さんから。手紙。なんだと。はじめちゃん？バカだ。はじめさん？兄弟が死んだだと。新流宗家であり、最も吉田東洋暗殺に近いはずの男、近藤勇は覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者、そしてその中の一人である新選組最強の男沖田総司と、ついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る龍馬。そこへ一通の知らせが届く。竹地半平太が土佐で処刑されたという知らせが。坂本。中岡。じゃあ竹地は。ああ、土佐の大殿山内陽動公の裁きで切腹に処されたらしい。岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行された後、洗いざらい入っちまったらしい。自分が京で起こした暗殺は全て竹地半平太の指示によるものだとな。どこ行く気だ。
土佐に帰るなんて言うつもりじゃねえだろうな。お前は脱藩のみだ。今土佐に行ったところで竹地と同じように処刑されるだけだ。そんなことは分かっている。だがとにかく落ち着くんだ。竹地のこの一件、俺は1年前東洋様の暗殺を仕組んだ黒幕がまた動き出したんじゃねえかと思ってる。え？長いこと江戸にいた割に陽動庫の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで竹地を狙い撃ちだ。どうやら陽動庫のそばにそれをそそのかしてる人間がいると見える。それがおやっさんを殺した黒幕だと。吉田東洋の一派を排除しようとする勢力なら間違いねえだろうな。そしてその読みが当たってるとしたら、次の標的はお前だ。案外そいつはお前が土佐に戻ってくるのを待ち構えているかもしれねえな。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは、お前がこのまま京で覆面の男を探り当てることなんじゃねえか。あんたが言いたいのはそういうことか。結局今俺ができることは今日にしかないと。その前にまず頭を冷やすことだな。くそ。代わりに俺が竹地の死の裏に何があったのか調べてくる。あんたが。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。東洋様の死、竹地の死、その裏に何があるのか、それを突き止めないことには俺の人生も止まったままだ。このままじゃ先に進めねえんだよ。あんたも俺も土佐に生まれ土佐に裏切られ翻弄された男ってわけか。ああ、とにかくお前は京にいろ。竹地が死んだばかりで生きり立つのはわかる。だが今は動く時じゃない。今日は新選組にも顔を出さずにおとなしくしてろ。分かった。土佐で何かをつかめたらすぐに知らせてくれ。過ぎちゃう。大事な人やったんやね、その竹地さんって人。せやけどなあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。
しく昨日も事件があったそうだし。旦那はん、よう飲まれますな。せやけど、いい飲みっぷりとは言えまへん。そないな飲み方したら、お酒が泣きますえ。今宵はもう少し、静かな場所で飲みたいんやないんですか。うち、お店知ってますけど。蔵町にある松の井という小さなお店どす。うち、そこでお待ちしてます。待て、お前何者だ。お店に来てくれはったら教えてあげます。ほな。ようこそ、お越しやす。今日は
お、やってますね。お前は。どうも、お久しぶり。その池田屋のことか。サイの風呂屋を紹介してもらった借りを、これで貸し借りなしだ。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。人に恩は売っておくもんですね。それよりお前、なんでここに？ああ、実はここ、俺の店でして。じゃあ、お前も。改めまして、生松と申します。今後ともごひいきに。一応ね、俺なりにあん時のお礼がしたくて、ご足労願ったってわけです。竹地半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から竹地さんに、万が一のことがあった場合はあなたのことを頼むと言われてました。兄弟に。ええ、あなたが新選組に入ったすぐ後です。竹地さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃、竹地さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。竹地さんは、私が京で勤皇派を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね、決別したとはいえ、ずっとあなたのことを気にかけていた。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか？さあな。あなたが新選組にいる理由は承知している。そして前にも言ったけど、同志として俺のとこに来ませんか？長州に。竹地さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。私と一緒にこの国を変えてみませんか？地層になったな。龍馬さん。悪いが、今はそんな気分にはなれねえ。龍馬さん。捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん。志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん。なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日での。
すこぶる機嫌が悪いんや。ああ運がなかったのお前ら。いきがりよって。やっちまえ。機嫌が悪いからってまさか。おお、かわいいやっちゃの。よし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 。あ。わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく。随分な言われようですね。どないした、にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんでね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで。わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件蹴りつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけどあんたに指図されるいわれはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。だったら殴り合いで蹴りつける。え、斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れてえ気分なんだ。何や、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き落とるわ。風呂屋ん時の蹴りがついてへんしな。やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的にいきましょう。ふう、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。やるしかないのか。ハッ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 
今日は飲むぞ。は？あ？俺が勝ったんだ。付き合ってもらうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい。喜んで。こいつ。行くぜ。薩摩と長州の蹴りつける機会や。今日はとことん付き合うしかないんじゃないですか。ほんまに店に行く気ある？どうなんでしょう。
行くで。強すぎるだろ。どうした？想定外だ。しかし薩摩の西郷吉之助と一緒にいるなんてこの状況あんまり人に見られない見たけりゃ勝手に見たらいい。さらに強くなっとる。本当。西郷さん、犬好きなんですね。なんや、悪いんか。いや、いいと思いますよ。ちょっと雰囲気が違って。さっき。お前らこの店で飲むぞ。
ここか。まあええわ。それじゃあさっさと飲んで早いとこお開きにしましょうかね。そうやね。あいたたたた。店にある酒全部持ってこい。おいおい、どんだけ飲むつもりなんや。誰が一番酒に強いのか今から勝負するぞ。斉藤さん、それ本気で言ってるのかな。いいやないか。さっきの喧嘩の借りここで返させてもらうて。しょうがないな、付き合いますよ。どんだけザルやねん。なんか頭がクラクラしてきた。この店の酒全部飲み干してしもうたね。じゃあそろそろ閉めましょうかね。すみません、お勘定。おごってもらってすまないな。いいんですよ、これくらい安いもんです。今日のところはここでおとなしゅう帰ったるけど、次会うた時は覚悟しとけ。まあそれはお互い様ってことだ。おい、まだ終わっちゃいねえぞ。はあ、何やて。もう一軒行くぞ、ついてこい。行くで。まだ飲み足らんのか。的確に獲物を追い詰めよう。そこの人気に。そこら。獲物や。かわいいしな。そこのお前。あんたや。面倒はごめんだ。行くで。おっと。
前らこの店で飲むぞ。もうどこでもええわ。はよこの男酔いつぶさして、こないなガキとつるんでるところ犯人でも知られたらわしの面目丸。こっちも困るんだよね。うちの班全員薩摩を目の敵。ごちゃごちゃうるせえぞ、入るぞ。おい、酒だ。まだ飲むんかい。はあ、何やってんだろう俺。お前らこれだけ。当たり前でしょ斉藤さん。あんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょ。ケツの穴の小さいガキやで。こんなんが頭や言うんやから長州もたかが知れとるわ。なんだと？まだ分からねえのか。そんな細けえことにこだわっていつまで殺し合うつもりだ。そこで流れた血がどれだけ報われたっていうの。細かいことか。それを言うならあんた。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやっさんの意志を告げってな。ん？あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。目の前の忘れりゃいいことを忘れられなかった。その挙句がこのざまだ。俺は何よりも大切なものを守れない。兄弟、土佐の武市半平太のことだ。兄弟分なんだよ彼らは。武市半平太の兄弟分。そしたらまさか。言っちゃっていいのかな。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当の名前だ。坂本龍馬。こいつが。この男が坂本龍馬だ。どういうこっちゃ。ねえあんた、人を勝手に連れ回して愚痴り倒した挙句。勝手にねえよった。坂本龍馬か。本当勝手な人だね。ここは捕虜。やっと起きた。いつの間に寝てどうやってここに。だから言うたやないの、飲みすぎやって。すまん。竹地さんのこと聞いて。ごめん嫌やったら。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育ってバカやった。半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。
俺の憧れだったんだ、あいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった。あれが最後になるなんて思っても見なかった。畜生、なんで俺はあの時兄弟を。はじめさん。はじめさん。悪い。少しこのままでいさせてくれ。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。はじめさん、お酒臭いよ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば、ん？俺はどうやってここに。店で飲んだところまでしか覚えてねえ。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたんね。飲み友達、桂と西郷か。散々愚痴ってたで。もうこいつに酒飲ますなって言われてもうた。でもな、その後こうも言うてた。うん？細かいことは全部水に流してやるって。二人ともすっきりした顔してたえ。酔った勢いでなんかええ話でもしたん？いや、覚えてねえ。はじめさん、お涼。なんだ、朝から騒々しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺にはまだやるべきことがある。そうか。足寒いだろ。風邪ひくなよ。晩飯と風呂頼んだぜ。うん、行ってらっしゃい。
武市半平太死亡の知らせを受けて失意に沈む龍馬、悲しみから逃れるように酒に溺れる龍馬の前に現れたのは長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助だった。やり場のない怒り、藩の命運を背負った責務、おのおのの思いをぶつけるかのように3人は衝突する。この出来事が歴史を一歩動かしたということを龍馬はまだ知らない。束の間の安らぎを得た龍馬は再び真実へ向けて歩み始める。道を塞ぐな。
何せいとんねん。あんた見つけてや。何？
ちょうどええところに。
俺が悪かった。ちょっとそこいるけど、してくれ。悩み事なんか。ほな。気ぃつけろや。斎藤、お前何しとったんや。何かあったのか。何やと。お前源さんのことまだ何も聞いとらんのか。井上がどうした。いや、そしたら豚所に行けや。行けばわかる。ええ、はい。ああ。
え？斉藤か。井上。何があった？ピストルで胸を2発、刀でとどめを刺された後、川に投げ込まれたようです。銀の獅子の仕業でしょうかね。ああ、知れたことだ。だからさっさと隠居させろっつったんだ。大した力もろくに剣も触れなくなってるって陰口叩かれてたからな。そんなことはない。源さんの腕はまだまだ衰えてはいなかった。きっと不意をつかれて抵抗することもできなかったのだろう。そうっすかね。じゃあやったやつ褒めるしかないってことか。ピストルを使ったにしろ、100人を率いる6番隊の隊長を仕留めたんですからね。谷といい、鈴木といい、源さんといい、いや、弱い隊長を持った隊員たちはかわいそうなもんだよな。佐野助さん、そりゃちょっと言い過ぎでしょ。
何が言い過ぎたバカ野郎。長州屋の勤皇派がまだまだのさばってんのに、新選組の隊長が3人もやられてんだ。やはり3人松原も死んだ。最強新選組の名も地に落ちたってもんだろうが。俺らが今勤皇派の志士どもに何て言われてるか知ってるか。幕府の府。俺らは幕府の捨て駒だって言われてんだ。捨て駒ですか。覚えてるか、土方さんよ。半年前だ。あんたは新選組に入りゃ旗本に取り立ててくれるっつったんだ。だから俺は最強の組織を作るために京に来た。それがなんだ。最近じゃ素性もよくわからねえ野郎まで隊長になってやがる。とにかく俺にとっちゃ上位やら勤皇やら人中報告なんかどうでもいい。これ以上新選組が舐められちまうことの方が問題なんだ。佐之助、俺は今日の街で飛車角になって暴れ回りてんだよ。だから俺に返しをさせてくれ。源さんを殺した犯人を捕まえるということか。そんなんじゃねえ。誰が犯人かなんて問題じゃねえ。今すぐ京の町の宿という宿を攻めて勤皇志士たちを根こそぎぶっ殺す。え、でもそんなことしたら源さんがどうして殺されたのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからそらどうでもいいっつってんだろ。このおっさんの死を利用すんだ。隊長を殺された犯人を捕まえるって大義名分さえありゃそれでいい。それを理由に京の町を制圧する。新選組の落ちた名を再び最強の門にすんのさ。副長、あんただって新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を生かして。おもろそうな話やな、佐之助。せやけどそれ一番隊がやらせてもらう。掃除、文句あってもわしは止められへんで。どうしちゃ。ちょっと待ってくれよ沖田さん。一番隊がやんのは構わねえ。だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ佐之助ちゃん。誰もお前のことを幕府の不やなんて思うてへん。はあ、お前は新選組の不や。そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊、行くで。はい。くそ、なんだだりゃ。不祥、いくら沖田さんとはいえあんな勝手が許されんのか。まあまあ落ち着いて佐之助さん。沖田さんがああいう感じになっちゃったらどうせ止められないんだし。とにかく俺は納得できねえ。こっから先は十番隊は十番隊で行動させてもらう。はあ、それにしても面倒なことになっちゃいましたね。どうするつもりなんですか副長。奴らが手当たり次第志士たちを切りまくれば
新選組の正気を疑われる。無論止めるしかあるまい。止めるってどうやって？斉藤君、君は沖田を追ってくれ。今の奴は何をしでかすかわからない。面倒を押し付けてくれるな。佐之助さんの方はどうします？簡単だ。あいつは掃除とは違って源さんの仇に対して恨みがあるわけじゃない。適当に酒でも飲ませて憂さ晴らしさせておけば落ち着く。酔わせて眠らせろって。平助、言ってくれるな。いいですよ、いくらでも。頼む。はい。一つ聞かせてくれ。なんだ？沖田と殺された井上はどういう間柄なんだ？紫衛官以来の仲間だが。それを言えば山並圭介もそうだったはずだ。だが山並が死んだ時とは随分反応が違う。沖田は井上に何か特別な思い入れがあるんじゃないのか？特別か。確かにそうかもしれないな。教えてくれないか？うん、それは掃除から直接聞けばいい。そうすれば君が追いかけてる李神流の謎に近づけるかもしれない。そのためにも掃除は君が止めろ。おそらく奴は源さんの死体発見現場に向かったはずだ。分かった。それはどこなんだ？伏見の屋敷町南の船着き場らしい。気をつけろよ斉藤君。今の掃除を止めるのは命がけになるかもしれん。斉藤君、場所。
ますね。いかがですやろか。そんなさせまへんで。いらっしゃいませ。どうぞ。どないですか。そこの新選組の。なあ、あんた金持ってへんか。目障り。もういじめといて。なあ、
塞ぐな。
おい。仕入れた情報盛りだくさん。おい、斉藤さん。山崎か。伊藤さん。参謀の伊藤が。伊藤さんも何としても沖田さんの暴走を。それでことづてってのは。沖田さんは今ムクロ街で一番。何？井上さん殺しの犯人に目星をつけたようで。何でもこ小無双ご存じないですか？深いあいや、小無双のことはわかる。そうじゃなくて小無双が井上を殺し、さあ私にはわかりません。ですが伊藤さん、斉藤さんにはムクロ街に向かう。山崎は、あ、伊藤に伝えとけ。たまにはてめえも確かにお願いしましたよ。Shoot!
気だったのに。どうした？お前ら一番隊だろ。かかった。沖田さんが。何？この先へどうぞ。沖田が俺に。井上さん殺しと見られるコムソウの正体が分かりましたね。そのことで再。どういうことだ？私の口からそれ以上は言えません。分かった。
いらっしゃい。おおきに。
なあ。起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が源さんやったっちゅうことだな。なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らは小武装を追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。なぜだ。その小武装の正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。小武装の成り下坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しよった。それにお前やったら納得や。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろ。ああ知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。本当なのかその話は。どこまでしらけるつもりやお前。本当なのかって聞いてんだ、大きさ。答えてくれ、起きた。死の敵討つんは容易。味わわせたるわ。真の理心流。何を言ってる。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然理心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。ええ、気合いや。行くで、坂本龍馬。Yeah!
負けたんか。井上を殺したのは俺じゃない。おそらくもう一人の坂本龍馬だ。沖田、覆面の男が井上だったってのは本当なのか。その前に一つ教えてくれや。どうやった、わしの李神龍は。俺が追って血筋、技、間合い、全てが1年前感じたもの、覆面の男そのものだった。そうか、それを聞いて安心した。これでようやくわしはあの人に追いつけたっちゅうわけか。師弟の間柄なのか、あんたと井上は。そんなもんやない。わしにとって源さん、いや鴨さんは。久々に聞くな、その名前。イサミちゃん、そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。今度斎藤はじめさんよ、あんたに全てを教えてやる。天然理神流の謎、それに新選組最大の秘密をな。悪いね、話が話なんで場所を変えさせてもらったよ。でもここならあんたのことを気兼ねなく龍馬さんと呼べるしな、互いに腹も割りやすいや。それで一体何なんだ、天然理神流の謎、それに新選組最大の秘密というのは。かれこれ1年以上前のことになる。ちょうど新選組が身震押し組という名で京の町に出てきた頃の話だ。その頃俺たち身震押し組には俺の他にもう一人の局長が存在した。
確か芹沢鴨だったか。ああ、裏の世界、つまり影として日の本一党を恐れられた水戸藩出身の男だ。影、身分浪士組は将軍様の上洛制された。俺が率いる司令官から近藤、土方、山並、沖田、長倉、井上、東堂の七名。芹沢率いる水戸藩から芹沢鴨、平山五郎、平間重助の三名が加わり一つの組となったんだ。鴨に五郎、さっきあんたが口にしていた名だが、まさか。察しがついたようだな。そう、井上源三郎、沖田総司、そして長倉新八、この三人はすでにこの世にはいねえ。